こんにちは、神崎です。ですね、今日は滅菌パックの話です。ですね、滅菌パックって実はここの中にとりあえず直してるんですけど、種類は今お家で言ったら一番大きいのがこれ、その次にこれ、その次にこれっていう形で使います。で、これをずずずずっと取り出して、こうやってハサミでチョキチョキチョッと切ります。で、切った後はよいしょ、こいつ、これ何かっていうと滅菌シールです。これシーラーって言って、で、これついてるのかな、あ、つくね、よし、はい。そしたらここ、このままだとですね、例えばこのハサミを直すとなった時に入るか、あ、これ入らんな、何でもいいや、よいしょ。例えばこういう道具を直そうとした時に、よいしょ、こう入りますよね。そうするとこれスススススと落ちちゃいます。だからこれ落ちないようにこうやってこいつで、よいしょ、はい。そうするとこうやってもう落ちません、こうやっても落ちません。ここシールされたの分かります？ここにこうで、まあ、これ落としたくない方は二重にします。はい、こうやって二重にしておきます。で、もう片方は抜きやすいようにっていうのもあって、よいしょ、で、こういう二重にする時もあるし、例えばこんな風に斜めにわざとする時もあります。お、なんか、よいしょ、こうやって斜めにしてあげることで強固に入ると。1個外れても2個目3個目でちゃんとシールされてる。で、これの状態でこのオートクレーブの中に入れて滅菌するという状況です。ということで、滅菌パックの仕方でした。滅菌は頑張ってますそれじゃあまた。